お疲れ様でした。2019年10月1日火曜日、この時間はクリーピーナッツがお送りしてまいります。まあ、10月に突入して2019年も残り3ヶ月を切ってしまいましたね。ということで今日は一人です。俺一人ですね。一人なんですよ。クリーピーナッツってのは私 R 指定とで DJ 松永の二人組なんですが、今日はね僕 R 指定一人なんですよね。だから我々クリーピーナッツがお送りしてまいりますじゃなく、普通にねシンプルにクリーピーナッツがお送りしてまいりますって言って始まったんですよね。まあ二人組やのに、なんで今日は俺 R 指定一人なのか、これどういうことなのかと言いますと、まあ早速なんですけど、ちょっとまずはねヒップホップニュースの方に参ろうと思います。ヒップホップニュース、クリーピーナッツの DJ 松永がロンドンで行われた DMC ワールド DJ チャンピオンシップ2019で優勝し世界一に輝きました。これはすごいですよ。あいつやりよったで、あいつやりよったんすよ世界一。これはね、いや正直まあ相方としてあれですけど、シンプルにめちゃくちゃ嬉しかったですよね、松永が優勝して。まあなんていうんですかね、出会った時なのかも、まあ新潟のほんまにただ単に日本語ラップが好きな、まあ気のいいやつっていうね、なまあおよそ世界一を取りそうなオーラなんてみじんも感じさせないような、まあ、ひょろ長い男やったんですよ DJ 松永。それがですよ、なんいつの間にその世界一に。だってもう俺、まあ実際その松永が優勝した、まあ、あの時とかもまあ見てたっすけど、なんかやっぱ不思議な感じっすよね、その友達が世界一になっちゃうっていうのは。これはだってもう会った時なんか松永おしっこの匂いしてたもん、体全体から。おしこ匂いと、あとなんか犬が濡れた時のなんか匂いを漂わせて新潟からやってきましたが、なんか半パンでサンダルでハットで、なんか夏なんか冬でもなんか半ズボンでサンダルで歩いてて、いや寒くないですとか言ってかきゃからも出てたやつが世界一ですよ。どういうことなんすか。まあでも正直まあ相棒松永は DJ 上手いの分かってたんで、まあ松永が実際ねこんな風に言ってましたけど、まあ松永が優勝する絵ってのは正直なんていうんですかね、松永と会った初対面の時になんか俺の頭の中にパッと匂いでツーンと鼻にくる刺激臭でこいつなんかしでかそうとかやなっていうのはまあ分かってましたね、うん、あこんなおしっこ匂いするやつそんなもんあの一筋縄でいくわけないと、いつか世界取るなっていう目はしてました松永。あいつだってずっと松永の目見てください、あの座った目、何かやらかす男の目ですから。いやでもほんまね嬉しかったっすね、 DJ 松永 DMC 優勝世界一。まあこれ昨日ね須田さんも言ってくれてましたけど、ちょっと遠く行き過ぎやな、ちょっと待ってくれ。そのなんか日本一で日本の中でワイワイやっとこうやっていう話やったのに、ちょっとね、うん、だまずだからマジでっていうのがやっぱその世界一行ってしまったから、そうそう、だから順番でいくとその日本一でアジア一で世界一とかになってほしいんですけど、全部飛び越えてまず世界一になってもうたから松永が、だからちょっと均衡が崩れちゃいましたよね、世界一ですよ。でもまあこのなんていうんですかね、喜びみたいなところは、まあ、本人ともねちょっと電話したんですけど、やっぱ松永あれですね、そのなんか実際おめでとうって伝えたいんですけど、こう顔を見て最初、ね、優勝した途端にあいつ電話してくれたんですけど、なんかヘラヘラしちゃいましたね。なんかこうほんまはねこれ相方からこう連絡来て、フェイスタイムで連絡しましたよ松永と、優勝した瞬間にフェイスタイム越しで俺ボロボロ泣くのがまあいいんでしょうけど、松永は俺が優勝した時ボロボロ泣いてくれたんですよ。で俺も心は泣いてんすけど、なんか何やろな、俺松永さんから電話来た瞬間なんかうわおめでとうとかでなんかヘラヘラしちゃうというか、うん、なんか不思議なんですけど、俺あんまねこの優勝とか勝利とかであんまこう面と向かってね人前で泣けないんですよ。自分がバトル優勝した時もそうやし、松永さんが DMC 日本で優勝した時、俺会場見に行ってたんですけど、会場上がって2人でバッて合わせた時もなんかほんま心はすごい感動してんのに、なんかね表面上ヘラヘラしてまうとかで、1人になった時にちょっとねグッとくるというか、
なんなんやろな。でも今回の世界大会に関してはなんかすごすぎてなんかずっとヘラヘラしてますね。あいつ一緒したわと思って。なんでやろな。俺なんかすごい漫画とかやったらすぐ泣くんですけどね。なんかゴーストスイーパー三上とかでなんか幽霊のおきぬちゃんが人間に戻る時とかボロボロ泣いてたんですけど、家で一人で。なんかね、松永の優勝はヘラヘラ、あいつすげえなみたいな感じでヘラ、なんでだろうな、なんでこんなにヘラヘラしてしまうんだろうな。まあでもね、DJ 松永なんで今日来ないかというと、まだ松永ロンドンにいるんですよね。これよう考えますが、大会土曜日やったんですよね、28日の土曜日に大会終わってるんですよ。で今火曜深夜、これどう考えてもこれ間に合わないわけがないんですよね。帰ってこれるんですよ普通の計算でいくと。だって今週の放送なんか松永世界取った直後の放送ですよ。いろんな人が聞いてくれそうじゃないですか。その例えばクリーピーナッツのオールナイトニッポンゼロ聞いてなかったけど、あ、なんか世界一になった DJ がやってるラジオやと、じゃあ今週聞いてみようか、その世界一の話とかするんかなって感じで一元さんの人とかも来てくれる可能性ありますよ。で一番今注目されるタイミング、一番こうみんなの視線が来てる、よし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 、みんな松永の話聞きたいってやってる時に俺一人、なんでやん、なんで俺一人やん。今日こそ松永大会の話ここに来てしないとあかん日なんですよ。なんで俺一人なんか、一体あいつどういうつもりでまだロンドンにいるのかというのがね。